向こうだぜ。悟りだよ。あれ？いつものキャラメガチャンネル以外にも出ていない？そうなんだ。今日はオバのチャンネルを見てくれているすべての皆さんに、お知らせがあるんだ。え？なになに？お姉ちゃん。え？小石？うぷ主は小石は使わないんじゃなかったっけ？そうなんだ。うぷ主もいろいろ思うところがあって、今回は小石ちゃんを呼んだんだ。あのね、うぷ主さん。他にもいろいろやってみたいことができたんだって。具体的に言うと、またチャンネルを増やしたいらしいんだ。え？また？今度はうさちゃこさんの茶こしきたちえに惚れてしまったらしいよ。さくやちゃんだ。茶こしきたちえも使いたくなったらしいぜ。メインチャンネルでも、すでに3シリーズ展開しているよね。メインのゆっくり調剤あおば、薬局あるある。最近はお薬相談室っていう形式のも始めたわよ。だから、チャンネルを細かく分ける必要性に疑問を持ったらしいんだ。なるほどね。だから、順次メインチャンネルと、美的好奇心、ゆっくり天狗、そしてこのキャラメガチャンネルを統合していくみたい。もちろんキャラメガシリーズは続くよ。美的好奇心も、天狗も継続するよ。そして、茶こしきたちえを使った新シリーズも始まるよ。これから新しい動画は、メインチャンネル、ゆっくり調剤青葉で公開予定だよ。これからも、ゆっくりキャラメデをよろしく頼むな。それじゃあ、これからも、ゆっくりしてってよ。